私の憧れでした。生まれた頃から高校野球の監督をし、指導する姿、ノックを打つ姿をいつもかっこいいなと思って見てました。そんなあなたを追いかけて一生懸命野球をやってきた最後の舞台が、あなたが法政大学時代に守ったこの神宮球場のファースト、同じポジションを守ることを、最後の舞台を